さあ今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。皆様お元気でしょうか。さて今回はいつもとちょっと違う場所で撮影をしてますね。違いますね、はい、素敵ですね。ここ舞浜ユーラシアの披露宴会場ということなんですけど、綺麗ですね。そうですね、ね、キラキラのシャンデリアもあり、はい、綺麗に見えますよ。あら、本当ですか。やっぱり結婚式場ですからね。はい、はい、花嫁さんって美容に気を使うと思うんですが、普段お二人はどういったところ気をつけてます？何、紫外線に当たらないように、どちらかというと紫外線に当たって焼けて健康的にっていうふうに思ったりするんだけど。ああ、なるほどなるほど。そうですね。あやのちゃんは、女性は違うよね。やっぱり今の季節ぐらいから気になり始め、うん、まあ、サングラスをし、帽子をし、手袋をし、全身怪しい感じに。嘘です。あ、でも本当に気になりますよね。気になります、ね、しっかりね、気をつけていかなきゃいけないところだと思うんですが、はい、今回最初にご紹介する企業様は、価格破壊を防ぎ、お客をつなげる新流通で、お客様、サロン様、すべてが守られるシステムを構築しているこちらの企業様です。女性にとって美は永遠のテーマであろう。そんな女性の美に着目し、外面の美容、内面の美容、そして精神面の美容という三美容にプラス行動という企業理念を掲げた企業がここにある。探し回ったですね、うん、でともかくお客さんを喜ばせてあげたい、うん、綺麗になりたくて化粧品買ってくださるんやから結果出してあげたいと、はい、その思いでずっと追っかけてきたんですけどね、うん、フェイス、すなわち誠実をモットーに美を追求するフェイスグループ CEO 小島剛。人の肌の角質層を構成するラメラ構造に着目し、この角質層内を整えるためのフェイス生コラーゲン、フェイスゼラチンコラーゲンという肌に必要な臨脂質と同様な成分でできたナノカプセルを産学共同開発で作り出し、ラメラ美容法を提唱するフェイスグループ。事業内容は主に無添加で高品質な化粧品の開発や健康食品の製造および販売を行い、直営のエステティックサロンの運営も行っている。フェイスグループの化粧品は通常の化粧品に使用されている水と油を混ぜ合わせるために使う合成界面活性剤を一切使用せず、ゲルという成分を使用した化粧品を開発するなど、これまでにない画期的な化粧品を販売している。社名であるフェイスとは日本語で誠実を意味し、全ての女性の美しくありたいという思いを叶えることこそグループ全体のテーマであるとしている。今回千葉にてフェイスグループの化粧品を販売している店舗に行き取材も行った。女性の美を追求する小島に今後の企業展開とフェイスグループの化粧品について話を聞いた。女性にとってはたまらないんじゃないですか。ねえ、ですね。どんな商品なのかって気になりますけど、はい、こう特徴とされている点というのはどういった点なんですかね。原料がもう全然違うということです、うん、で化粧品も水と油と界面活性剤から水とゲル化剤、はい、そして今やっとですね、水とナノカプセルだけでできた化粧品を作ったわけです。ナノカプセル、あの人工細胞と思ってください。ほう、はい、化粧品で保湿するためにですね、水と油と界面活性剤使うか、水とゲル化剤使うか、水とこれを使うか、これはさっき言ったように細胞と同じ成分ですから、はい、これの製法、うん、ナノカプセルにこれ生コラーゲン巻いてますんですけど、コラーゲン、生コラーゲン、生コラーゲン、うん、これは絶対入らないんです、大きいから。ほう、でもナノカプセルにくるむとナノカプセルが入っていくときに一緒に入ることができるんです。へえ、じゃあまさにこちらの商品にはそれが入っている、はい、だからなの、それが特許なんや。生コラーゲンが、ね、生コラーゲンが入ると、うん、唯一の、まあ、これ化粧品です。ちょっと試してみてもはい、はい、いいですか。はい、早速やっぱりだって皆様早速ね、やってみたいですもん。先ほど言いましたように、はいはい、化粧品って水と油と界面活性剤でできているということを、うん、まあ、実験します、はい、これ水です、はい、
持ってましょう、はい、でこれが油です。なんか楽しいね。そうですね、実験です。なんか小さい時思い出すね。で水と油だったらこれ混ざらないんですね。あ、はい、きちんと分離されてます、ね、でここに合成界面活性剤、はい、まあ、洗剤みたいなもんですけども、はい、これを入れてですね、はい、すいません、はい、で攪拌するとこれ一遍に乳液になるわけです。おお、手品や、うん、でこれがそうなるんだ。乳化製剤って言うんですけども、はいはい、で今までの化粧品はこれがメインであったわけです、はい、だから界面活性剤を使わない化粧品と、うん、いうことで水とゲル化剤でゲル化粧品いうのを25年前に作りました、はい、それをずっと今まで売ってきたんです、はい、だまあ世の中もそのゲルの商品が最近いっぱい出てます、うん、オールインワンゲルとかですね、はい、ありますね。その製造品メーカーでもいっぱい出るようになってきました。でしかしこのナノカプセルで これでできてるやつはまだないです。これがグッと入っていくと、だから角質の中まで考えてる化粧品だと思っていただきたいわけです。やっつやの手をしてますよね。本当ですね。本当にね、はい、一度つけてください。ぜひぜひ。やっつやのね、男同士で触っちゃいそうなんだけどな。ね、綺麗ですよね。これ本当は顔につけてもらったら一番いいんだけどね。本当は顔につけたいです、私も。そうか。これを塗ってください。これ美容液ですから、はい、僕ももらっていいですか。はい、これもう男性女性関係ないです。関係なくこれあの生コラーゲンが入ってますんでね。コラーゲンやっぱりプルプルになるんですか、ね、いいですかね。ずっと入っていく、入っていくのがね、うん、分かってもらえると思います、うん、すごいこう当ててこう馴染ませてると、すごい感触になるね、はい、もっちもちになって、あ、なんかトーンアップしてる感じがするんですけど、はい、なるほど、すごくないですか、これはすごい。だから本当にね、短い時間で実感していただける化粧品って私も初めてこれでぶつかりましたけどね、はい、感じるよね、はい、なんて説明していいかわからないけど違うよね。まあ、そこまで、まあ、化粧品もね、進化してきたということなんです、はい、千葉県千葉市中央区京成千葉中央駅から徒歩3分のところにあるコスメティックハウス中原。ここでもフェイスグループの化粧品であるフェイス生コラーゲンが配合されたフェイスラメラモードプレスケアエッセンス&ウォーター C が販売されている。今回フェイスグループの専門スタッフがラメラ美容法について実際に顧客に説明している様子をご紹介しよう。お願いします。お肌悩みとか聞かせていただいてもいいですか。乾燥、あと、あのどこら辺ですか。ここです。ほっぺたのところ。使われました。使用方法がですね、なのでポトポト垂らせていただいていいですか。3滴ぐらいで大丈夫。で、馴染ませてください。馴染わかります。しっとりします。しっとりします。それは生コラーゲンが肌の中にグーッと入っていく、それが特許の製法なんですね、うん、次にご紹介するのは千葉県船橋市 JR 西船橋駅から徒歩3分のところにある創業47年の化粧品専門店梅屋化粧品店である。ここでもフェイスグループのフェイスラメラモードプレケアエッセンス&ウォーター C が販売されている。専門スタッフがフェイスグループのプレケアアイテムを顧客に説明を行う様子をご紹介しよう。まだ1週間も経たないぐらい、はい、全体に塗った時にすごく張りが出て1枚パックをしているような感触があったの、はい、あります。今日もたくさん種類お持ちいただいたんですけども、うん、具体的に何種類ぐらい種類があるんでしょうか。まあ、あのいろんなルートで販売してますんでね、うん、はい、160種類ぐらいはあると思います。はい、そうっすか。だから肌に残るもんはフェイス生コラーゲンを使ってやっていただくということにしているわけです、うんうん、なるほど。まあ、そのいいものを作って綺麗にしたいっていう思いがあって開発されたと思うんですけども、
できるまでスムーズにいきました。いやそれはね、私ね科学者じゃないんですよ、はい、だから探し回ったですね、はあうん、で、うん、ともかくお客さんを喜ばしてあげたいと、うん、綺麗になりたくて化粧品買ってくださるんやから、うん、結果出してあげたいと、はいまあ、その思いでずっと追っかけてきたんですけどね、うん、でまあ親父も、まあ、それ、はい、化粧品をやってですね、でまあ、うちの会社で親父がそういう国書になったとかそれはなかったですけどね、うん、まあ女性をきれいにしたいいうのをまあ私も見てましたし、私もやってますし、うん、でまあ今息子にですね、まあ、それを今伝えてるんですけども、素晴らしい、女性をきれいにしたいっていうね、はい、ねありがたいでしょ、愛ちゃん。やっぱりこう男性に言われるとよりグッと心がつかまれるというか、じゃあ使ってみようかな、はい、信頼してみようかなって気によりなりますよね、うんうん、まあ、うん、信じてくださいやっぱりこのフェイスっていう商品の名前もそういう思いが込められてる、これ誠実っていう意味なんですね、うん、顔のフェイスじゃなくして、はい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 、FAITH ですわ、綺麗になりたいというお客さんに誠実に対応したいと、うん、そういう意味でまあ会社の名前フェイスというのにしました、うん、こういうもので僕無知で申し訳ないんだけども、こういうもので特許って取ったのってあるんですか。こういや化粧品の成分ではあるらしいです。成分ではある、成分ではね、はい、でこれは製法、はい、この、はい、フェイス生コラーゲン自体、これ自体のこれを作る製法、はい、でこれ自体も、まあ、特許いうことなんですね。はあ、もうじゃあ革命的なものじゃないですか、ね、本当にそうですよね、まあ、そう思ってます。そうですよね、ともかく今一番燃えてます、化粧品ずっとやってきましたけどね、一番燃えてる、72人になって一番燃えてます。なんて素晴らしいのかね、はい、言えないよなかなか、本当そうですね。じゃあ今後の目標についても教えていただけますか、うん、私はフェイス生コラーゲンで作った化粧品のはですね、はい、まあ今のところ世界で一番だと思ってんです、うん、私は、はい、でそういうものを持たせてもらったんだから、うん、これある大学と一緒にやったんですけどね、はい、世界一のものを持ったんだからまあ世界一になりたいなと、うん、まあ、そういうような、まあ、大きな夢も、まあ、持つようになりました、うん、でもともかく綺麗になってほしいです、女性の方に。いいですね、だからなるべくこれをね教えてあげたいと、だからそのダメラ美容法を世界の文化にいうことをですね、まあ合言葉に今全身挙げてやってます、はい、男性でもいいんですよね、男性も、男性もいいですよ、男性も綺麗になりたいっていうのが最近ありますから ね、うん、もうぜひぜひねお願いしたいね、うん、最後になりますが、はい、小島さんの格言をお願いします。格言、はい、だから使命感です、うん、それと知識の奉仕、知識の奉仕、だからお客さんに正しい知識を教えてあげて、まあ、うちの商品を使っていただいて綺麗になってもらうことですが、こちらの千葉には店舗はあるんでしょうか、はい、今化粧品専門店で10店舗ぐらい入ってます。あ、はい、身近にありますね、千葉にもあるんだね、はい、うん、素晴らしいね、嬉しい、やっぱり信じられる商品っていうのはいいですよね、なかなかそこにたどり着けないんだけども、はい、たどり合ったような気がしますね、たどり着いたようなね、はい、いやいや、ますますじゃあ世の中全体の女性をきれいに、はい、男性もよろしくお願いします、はい、今後も小川さん期待しております、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて続いてご紹介する企業様なんですが、ミシェルさんのパワーの源、はい、エネルギー源って何ですか。タンパク質肉だっつってそういう話じゃないのか。もういいんです、いいんです。え、私のです。私のはやっぱりチンジャオロースです。あるよね、押します、私はもう全然いいん
けど、はい、ただ今回は食事の話ではなくてですね、はい、次にご紹介する企業様なんですが、日本初の井戸付き太陽光発電所や次世代農作業工場付きの太陽光発電所などユニークな企画開発をするこちらの企業様です。エネルギー資源の少ない日本にとって、再生可能エネルギーの開発発展は国を挙げての課題になっている。そんな再生可能エネルギーの太陽光発電に注目し、業績を伸ばしている企業がここにある。お客さんの、まあ、信頼を得ることと、それから、まあ、施工スピードで、 あとはその電力会社の連携のスピードが他の会社よりも圧倒的に一部早いというところが特徴です。次世代の太陽光発電を手掛ける株式会社シエスタゲート営業3部部長高島君博。太陽光発電と植物工場コンテナを組み合わせた次世代型太陽光発電所ソラリスの卵という、これまでにない太陽光発電システムを提案する株式会社シエスタゲート。シエスタゲートが販売する太陽光発電システムの特徴は、顧客が建売り住宅を購入する感覚で土地付きの産業用太陽光発電システムが購入できる 50kW パッケージや、顧客が所有している土地に太陽光発電システムを導入できるパッケージがあるなど、手続きを含めてワンストップで太陽光発電システムが始められ、さらに他社との差別化として手続きなどがスピーディーに行われ、顧客は面倒な手続きをせずにスムーズに太陽光発電ビジネスに参加できるという点が挙げられる。現在の日本にとって必要不可欠になりつつある再生可能エネルギーは、太陽光資産運用としても注目されている。今回シエスタゲートの次世代型太陽光発電ソラリスの卵の模型も展示し、太陽光発電のサービスや製品などについて高島に話を聞いた。まさに今日お持ちいただいたこの模型の商品を作ってらっしゃる、はい、そうですね、これもありますけど、はい、通常のこういうコンテナに載せないような形で野立てと言われる形で、はい、普通のこういう広場に、はい、太陽光をそのまま設置するっていうものですね。よくあるのは家の屋根に乗せるっていうんですけど、はい、それではなくて、そのまま、大きなモデル、家よりも大きなモデルで、50キロっていう形で、太陽光を乗せております。放射能で汚染された土地の利用法としても活用されてるってことなんですよね、はい、そうですね、もともと弊社が放射能、その原発震災があった後に、はい、弊社の方ができまして、もともと放射能のガイガーカウンターっていうのを販売しておりました、はい、でその放射能のガイガーカウンターの後に、その放射能を帯びた土地が福島とかにありますから、はい、その土地の活用方法っていうので皆さんに言われまして、じゃあ何かないかなっていう形で、じゃあ太陽光を置いたらどうだってことでスタートしました。なるほどなるほど、はい、生かし方だよね、はい、うん、今じゃあどんどん広まってるってことだと思うんですけど、うん、はい、ご苦労された点ってありますか？そうですね、皆さんやっぱ関心がものすごく高いので、はい、お客さんが、すぐ欲しいっていう形で皆さん来られまして、問い合わせがものすごく多くて、はい、でそれに答えるのがちょっとやっぱ大変っていうところですね。あ、そういう、はい、やっぱりそういう時ですか、うん、我々が感じてることとやっぱり一緒なんですね。いや、今各家庭でも、ね、そういうものを必要としているっていうような需要ありますよね、はい、今ね。そうですね、シエスタゲートさんの設立が2011年の7月1日ということなんですけれども、うん、はい、これまでの実績は今現在は、千葉県の成田市とか、うん、栃木県の、那須塩原市、あと、まあ、大田原市などで、50箇所、こういう低圧の50キロの野立てのものを物件やっていまして、秋田の方で、メガソーラーとかをやっています。メガソーラー、はい、メガソーラーっていう、はい、そうですね、大きいやつですか？そうですね。実際どうなんでしょうか、どれぐらい晴れてると電気を生み出せるのか。なるほど、晴天で天気がやっぱいい方が、うん、一応これモデルとしては 49.5 キロっていうものがありまして、うん、50キロ超えるとその電気保安主任技師みたいな方の、その電気の関係の方を一人つけないといけないんですけど、うん、低圧って呼ばれてまして、その50キロ未満のものは別にこの状態で置いといていい、人を一人つけなくて大丈夫だっていうことで、
で 49.5 キロという形になってます。自動に管理されるみたいなところですね。そうですね。50キロだいたい年間売電収入が200万前後ぐらいなんですね。そうするとその一人管理してもらう方を置くとその人の人件費がかかってしまうので、そのマイナスになってしまいますよね。なのでそういうメガとか大きいモデルの場合は一人つけても問題ないんですけど、こういうちっちゃい規模のものだとだいたい2500万ぐらいから2000万から2500万ぐらいのモデルでだいたい年間200万ぐらいの収入が入るっていう形になりますけど、そこにやっぱ一人管理者を置くか置かないかっていうのは非常に大きいので、皆さんは40その50キロ未満という形で投資額としてもマンション1個買うぐらいの値段なんですけど、その投資して、将来的に12、3年ぐらいで回収できるっていう意味合いでまずやるという、要はマンションを買うよりもこういうもの、利がいいっていうか、そうですね、投資の投資効果もありますし、その再生エネルギー、要はクリーンな環境に持っていくっていう、いろんな場所にはもちろん日が当たっててね、こうしたことないんだけど、いろんな場所に設置はできますもん ね、 そうですね、角度変えればいいとかね、ここは無理っていうのはほとんどないんでしょうね、そういうのは。そうですね、で野立ての場合は大体真南に向ける、真南に向ける、家の場合は屋根が西に向いてたりとかってあるので、その分やっぱ発電量が真南に向いてた方が発電量はいいので、まさしく自然だね。まさしく自然の恵みじゃないけども、それをどうやって受けるかっつったらこういうあれになったっていうね、機材になったっていうことなんだけども、その太陽光事業っていうのがどんどん増えてきてるってお話だったんですけども、シエスタゲートさんが特に他社と比べて得意としているところ、特徴としているところっていうのはどういったところでしょうか。そうですね、お客さんの信頼を得ることと、それから施工スピードで、あとはその電力会社の連携のスピードが他の会社よりも圧倒的にうちは早いというところが特徴ですね。電力会社との連携のスピードっていうのはどういうことなんでしょうか。電力会社 の、 その電柱に、この発電した電気をつなげるんですけども、その電気をつなげるいろいろ許可とかが必要なんですね、手続きが。で、電力会社の方も工事をしたりとかって電柱を建てたりとかしなきゃいけないんですけども、うちの場合はそれを電力会社と一体になって、早めに他の会社さんよりもできる形で、他の会社さんが6ヶ月かかるところはうちは3ヶ月とかっていう、非常にスピードが速いんでお客様に喜ばれてます。もう一つのグループでまとまってもボンとできちゃうっていうことだね。そうなんだ。実際おいくらぐらいするんでしょうか、家庭用ですと。家庭用ですか、 このモデルではなくて。あ、じゃあこのモデルで、お願いします。一応うちの場合はパッケージって形で、50キロ低圧モデルで、保険3年間の保険料とか3年間のメンテナンスとかが入って、土地付きなので土地も入って、2410万円ですね、今現在。土地も入るんですか。はい、土地がだいたい200坪ぐらい必要なので、でその土地もついているので、例えば都内にいる方で土地持ってないって方でも、その土地になり、宮になり、そういうような場所で、太陽光をやることができます。土地の価格も入ってそれですか。そうですね、そう聞くとお安いのかなって思うんですが、じゃあこれやめましたら土地は残るんですか。そうですね、土地は残るんですね。そうなんですか。そういうことですよね、今それ聞きながら、だから土地は、所有になります。所有になりますよね、だから高くないって言えば、場所にもいろいろね。そうですね。で、20年間発電、基本的にはシステムとしてはいきますので、その20年間その、再生可能エネルギー法案で固定買取制度が決まってますので、例えば、もともと42円36円32円で、今年の4月から29円とかってなってますけど、その価格が20年間固定になってますので、例えば途中で5年間やってやめたいと思ったら、他の方に売却されるってこともできます。そうかそうか、そういう面で投資ですもんね。そうですね、そういうことですね、やっていけるっていう、この仕事をやるにあたって気をつけていることですとか、心がけていることはありますか。そうですね、お客様のやっぱ信頼を得て、メンテナンスのないこういう施工をしていくっていうところですね。お客さんも楽しみにしてるけど、毎回そこの現場に行って、どうするこうするっていうのは無理ですもんね。はい、そうですね。それを管理してもらえるのか、いろんなアドバイスが必要になってくるよね。具体的にお客様からはどんな
声が寄せられてますか？そうですね、やっぱ非常に早くて思ってたよりも、うん、もともとうちはシミュレーションをちょっと低めには出しているんですけど、はい、それよりも非常に 1.5 倍とか高くて、結果的にお客様 その毎月通帳を見るらしいんですね、うん、そうすると必ずそのいくらいくらっていうのが出てきて、それがやっぱ楽しみになっていくっていう。そうすると天気がいいのかなとか、はい、そういうのも、まあ、そうでしょうね、はい、月によって、はい、やっぱり違うもんですか？そうですね、ね、雨続きだったらまあしょうがないだろうなっていう、はい、その自分が持ってるところの天気を見たりするよ、ね、はい、そうに、ね、雨続いて晴れてそういう本当にありますね、はい、すね、へえ、これは新しい何か話を伺ったような気がするね、はい、シスターゲートさんの今後の目標をお伺いできますでしょうか？はい、先ほどお話出ましたように、うん、その今田んぼとか畑とかそういう荒廃地でも農業の担い手がいなかったりしますので、そういうその余った土地に、まあ、太陽光、こういう形で太陽光でもあるんですけど、こういうようなコンテナ型で、まあ、植物工場を設置して、まあ農業の活性化ということで、まあ、未来農業ですよね。今はその太陽光をも収益になり、それで、農作物を育てて収益っていう、うん、ダブル収益って形で農業をもう一回活性化するという意味合いで、今後こういうコンテナの、まあ、ソラリスの卵っていう形で、うん、展開していこうかなと思ってます。はい、なるほどね。最後になりますが、はい、中島さんの格言を教えてください。はい、なせばなる、なさねばならぬ何事もですね、はい、まずやってみないと、チャレンジしてみないとわからないので、どんどんチャレンジして、まずダメなもの、まあ、規制がいろいろあってダメなこともどんどんチャレンジして、それを崩して新しいものを作っていくっていう、そういう形ですね。いやー、いいお話伺ったね、はい、その発展性のある話でね、こういうものも新しい時代に向かっていってるわけだから、ますますの、はい、ご予選期待しております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。なぜ数字マンダラにこのようなパワーがあるのでしょうか？実は数字にはそれぞれ異なるエネルギーがあります。特にこの数字マンダラはとても個性的な波動を持つ1から9の数字をある法則に従って並べています。するとそれぞれの数字の波動が混ざり合い、波動の渦ができて、調和と協調、完全なバランスを意味する強い波動を放すようになるのです。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、宇宙からの贈り物、数字マンダラが幸せを呼ぶ。この本を書いたのはスピリチュアル数秘術マスターの鈴木みのりさん。鈴木さんはこれまでプロの戦術家としての活動を行い、多くのテレビやラジオなどで占いコーナーを担当したキャリアを持っています。そんなスピリチュアル数秘術マスターの鈴木さんが書き上げた数字マンダラの詳しい内容や、仕事、恋愛、健康などの運気を上げるための数字の使い方についても書かれているスピリチュアル本です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。